皆さんこんにちは、ライズプランの武田と申します。今現在建設業界は未曽有の人手不足ということで、少子高齢化だとか、残業規制だとかいろんなところに、悩みを抱えている方がいらっしゃると思うんですが、その中でもここにね、若手の定着に関して悩んでいる方っていうのもたくさんいるというふうに僕は感じております。ですので今回は僕がですね、実際に体験した部分と、僕が日々考えていることについて、若手の定着までの道のりのその道筋をね、皆さんにお知らせできればなということで、セミナー形式で、しっかりと奥の部分までお話をさせていただきたいというふうに思っております。若者が生きてきた背景だとか、若者がなぜ定着しないのか、そして、次アクションプランとしてはどうすべきなのかっていうところをしっかりと皆さんにお伝えさせていただきたいというふうに思いますので、少し、長くなると思いますが、ぜひお付き合いいただければなというふうに思っております。それでは早速進めていきましょう。建設業若手定着までの道のりということで、僕の方でお話をさせていただきたいというふうに思います。改めまして、私はですね、こういうふうに配信を日々させていただいているわけですが、よくね、よくそんなに喋れるねというふうに言われたりもするんですけども、いろんな訓練はしてきました。練習はしたりだとか、自分の中で試行錯誤してきて、こういうふうに喋れるようになってきたんですけども、昔からね、入社した時からもこんな感じでよく喋るやつだったんです。そういうところからなのか分かりませんが、教育っていうことを任される機会が非常に多かったです。とりあえず1年生2年生は武田のところに、武田の現場に放り込んどけみたいな、そういうような感じがあったりしてたんですよ。でね、そこが、起点となって、今現在はその若手に対して教育をするというような事業をさせていただいたりしているわけですよ。でもですね、僕は最初からこれがね、うまくできたわけではないんです。誰も彼も、しっかりと成長させることができる、そういうふうな育て方をできたわけではないんです。当然悩んだ時期もたくさんありました。で、まずはそんなね、少し僕のエピソードからお話をさせていただきたいというふうに思います。当時の僕はこんな感じでした。1年生だったらこのぐらいできなきゃダメだと、あとは3年生にもなってなんでこんなこともできないんだと、もう5年生になってまだそんなことやってるのかみたいな、そんな感じで、なんとか成長させたいというふうに思っていたということなんです。だからこそ、一生懸命僕の中で教えたつもりだったんです。ですが数年後、ほとんどの人は僕の元には残っていませんでした。そして仮に残っていたとしても、なかなかやる気を出してくれない、自分で考えて動いてくれない、そういうような、人間が、量産されていったというような形になっていきます。そこでついた僕のあだ名はポンコツ製造機というふうに言われた時期もございました。要はね、僕の元から巣立っていった子供たち、子供たちというか若者たちが全然使えねえじゃねえかというふうなところを、よくね、言われたりしたということになっております。で、その中で僕は悩んだんです。若者について、若者って言って何を考えてるんだと、どうやったら成長してくれるんだっていうところをすごく考えて、で、結果ですね、そこから若者について、若者の生きてきた環境だとか背景についてたくさん勉強させていただきました。で、そこで一つピンとくるものがあったんです。で、それをですね、次のに入社してきた、若者に対して、試してみたという機会がありました。それは何をやったのかというと、僕はやったことは非常に単純です。質問をする、それだけだったんですよ。で、その時の新人さんにですね、僕はこういう風な感じの質問をさせていただきました。皆さんの夢は何でしょうかっていうところです。趣味は何ですかっていうことだったり、あとは日曜日何やってんのっていうことだったり、そういうね、たわいもないところの、雑談をよくするようになったんです。それは僕の話をするのではなく、相手の話をよく聞くっていうことを基本にですね、教育じゃないですね、その入り口をつかもうとしたんです。一人のね、新人さんは、早い段階で所長になりたいんだとかね、非常に野心を持っている人もいました。でもなんとなく、とりあえず就職しただけなんですよねみたいな子だって当然いたわけですよ。で、その中で僕が3年後にどうなりたいのっていう風な質問を投げかけたんです。そうするとその子は、3年後に所長とかになれたらかっこいいっすよねっていう風に、やる気満々の答えを出したんですよ。だったらということで、その所長に3年後になるためにはこういうプロセスを進んでいかなきゃいけないから、やっぱ難しいけど、でもお前がなりたいというんだったら俺も全力でフォローするということで、その所長になるためには広い視野が必要だぞだとか、手元ばかりを見ちゃいけないんだぞとか、全部終わってその全体から逆算してくる考え方も大事だぞというのを、18歳だったんですけどもね、高校生上がりで
それを僕は3年後に所長になるためのプランというのを立てて、それをしっかりと教えるということをやってみたんです。結果ですね、今彼は何をやってるのかというと、まあ、小さなね現場の所長を張っていたりだとか、あとはかなり大きな現場の、JV の2番手についたりだとかっていうような、形で非常に現在も活躍していただきて、でしっかりと定着していっていただいているというようなところになります。僕はねそれを見て非常に微笑ましく思ったということになるんです。でまあここまでのねお話の中で変えたことは何だったのかっていうと、たった一つなんです。それは仕事を見るんじゃなくて人を見たっていうことなんですよ。仕事に対してここを超えなきゃダメなんだ、ここを超えなきゃダメなんだ、ここに到達しない人はダメなんだというような形で教えていた。仕事をベースに僕は考えていたところから、そうではなくて人間をベースに、その人はどういう人間なのか、何をやりたいのか、何を大切に思ってるのか、そこを大切に考えてみたという、そこだけなんです、変わったところは。で僕がねこういうふうな取り組みを、取り組みじゃないですね、考え方を改めてやっていく面白いように、若手が成長していくというのを感じることができました。じゃあ、僕がですねそういうその考えに至るまでに、どういうところを学んで、どういうふうに考えてきて、何を知ることによってそういう考えを持つことができたのか、その背景プロセスっていうのをですね少しだけ共有させていただきたいなというふうに思いますので、ここからは若者が生きてきた時代背景、まずはその若者相手を知ることから始めましょうということでお話を進めていきたいということに、なります。まずは背景を知ることが必要だよということなんですよ。でまずは若者が生きてきた時代ってどういう時代だったのかっていうことを考えてみましょう。まあ、ゆとり教育っていうところから始まった個性の時代、これが多分ね一番わかりやすい言い方だと思うんです。僕らの世代はですね、まあその狭間期にはあるんですけども、まずは全員一丸となってとかね、協調性を大事にして社会性が大事だとか、周りを、なんていうの、チーム戦でみんなで頑張っていこうと、みんなで盛り上げていこう、そういう風な時代だったのがおそらく僕らの時代だったと思うんです。でも一方の若者たちはゆとり教育っていうものが、なされた、まあ、最先端の教育の時代だったということになります。ゆとり教育ってそもそも何が目標だったのかというと、3つあります。豊かな人間性や社会性を学びましょうというところ、そして自ら学び自ら考える力を育てましょう、そして個性を生かす教育をしていきましょう。大きくこの3本の柱でゆとり教育というものは、組み立てられました。要するに周りを気にせず自分らしく個性を尊重して生きていこうというような、そういう風土が出来上がってきたということになるんです。そう考えるとどうでしょうか皆さん、若者が辞めていく理由っていうものを考えたときに、だいたいトップランカーとして出てくるのがこの辺じゃないでしょうか。このですね、やりがいがない、あとは朝早い夜遅いとか、あとは汚いから危険だから辞める、あとは古い考えが根付いてるから辞める、パワハラが給料が合わないんです、やりたい仕事じゃないみたいな、そういうようなことが、辞めた理由のトップランカーとして上がってくるというふうに思うんですが、よく考えてみてください。この周りを気にせず自分らしく、そして個性を尊重していこうという生き方を、そういう背景を歩んできたという前提を考えるとね、全部これ合致してくると思いません？例えば、やりがいがないというのは自分らしくないから辞めるっていうことになるんですよ。例えばパワハラを受けた、自分の考えを否定されるようなことを言われた、だから自分らしくない、個性が尊重されていない、だから辞めるなんです。給料が合わないというのは、給料が自分の考えと合っていない、自分の価値観と見合っていないものである、だから辞めるっていうことになるんです。つまりゆとり教育から始まるこの自分らしくというような考え方をベースにして考えていくと、辞めた理由っていうのはほぼ合致するっていうことになるのはお分かりでしょうか。つまりゆとり教育というものは大成功だったっていうことになるって分かりますかね。ゆとり教育っていうものが目指した先は、自分らしく行きましょう、自分の個性を主張して構いませんよという世の中を目指して若者を一生懸命教育してきたわけですよね、社会全体が。そしてちゃんと自分らしさを主張できる子供たちが育ってきたっていうことは、教育した通りの若者がしっかりと出来上がったっていうことになるじゃないですか。つまり教育は大成功したということになりますよね。にもかかわらず、
どうやったらこの若い子たちを変えることができるんだろうかって悩んでるっていうことになるんです。変じゃないですか。だって教育をしてきたんです。その教育の方針は自分らしく、自分らしさを主張しなさい、自分が考えてることをしっかり表に出してもいいよ。昔はそうじゃなかったですよね。考えてることを表に出すと村八分にされたんです。女性は男性の、一歩後ろを歩くものだとかね、三歩後ろかな、わかんないですけど、歩くものだだとか、周りよりも伸びてもダメだし縮んでもダメ、横一線が大事だよと、周りを見なさい、右へ習いが大事なんだよというふうに一丸となることを求められたが、でも今の若者たちにはそうじゃなくて自分を大切にしなさいという生き方を、皆さんが教えてきたんです。で結果そうなったんです。そうなってきて本来は大成功だぜってなるところが、その実際育ってきた若者たちを見て大人はこう言うんですよ。どうやったらこの子たちを変えることができるんだろうか。僕はね、ここに凄まじい違和感を覚えるという話なんです。だって変えたのは僕ら大人でしょっていう、僕らが投票した人たちが政策によって、これからはゆとり教育が大事である、世界と渡り合っていく人材を育てるためには自分らしく生きる人たちを育てなければいけないんだっていうふうに言ったんで、そういうふうに主張して、結果そういう方針に切り替えたわけですね。だから大人の思惑通りに子供が育っただけの話なんです。だから子供たちは素直にしっかりとその大人の意向を受け取って成長してきてくれたわけですよ。好きなことを求めてもいいよと、とても豊かな時代が到来したんだよというふうに思ってきた。だから大人たちが今の子供たちを作ってきたということは間違いない話ですよねっていうふうに僕は思うんです。ちょっとここで皆さんに質問をさせてください。まずは一つ目の質問ですが、未来の主役は誰でしょうか。未来の主役は当然若者なんです。若者が未来の主役、間違いないですね、ということになります。じゃあ二つ目の質問です。そんな未来の、主役である若者を今僕ら大人側の方に無理やり大人に合わせた場合、未来はどうなるでしょうかっていうふうに考えてみてほしいんです。そうすると当然未来というのは今が行き着く先なんです。その今を若者はね、ちょっと僕らとは違う価値観を持っているよねっていうふうに、せっかく育ってくれた若者たちを今の僕らの価値観に無理やり合わせるということをした場合、未来はどうなっていくのか。当然未来は今になるんです。お分かりいただけるでしょうか。変わってきたから未来も変わるよねにもかかわらず、変わってきたよね、だから今に合わせる。そうすると未来は今になるじゃないですか。今と同じ状態が延々と続いてしまうということになってしまうってことなんです。わかりますよね。だからこそ3番です。変わるべきは若者でしょうか、それとも大人でしょうか、どっちの価値観が変わるべきなのかっていうことをちょっとね考えてみていただきたいというふうに思うんです。もう一回まとめましょう。まずは、未来というのは若者が生きる時代です。これはもう皆さんも分かっていますし、自分たちも生きていくんですよ。ですが主役はと言われるとやっぱり若者たちになるわけですよ。若者たちがこれから成長していって大人になり、新しい時代を築いていく、これはね当たり前の構図ですよね。時間が流れている以上しょうがない部分なんです。そして今の若者というのは大人の望んだ形でしっかりと素直に育ってくれているっていうのってお分かりですよね。だってゆとり教育を作り出したのは僕ら大人なんです。大人が、こういう風になってほしいという子供がしっかりと思いっきり実現したわけですよ。っていうのは間違いない事実です。そして、こういう風に若者がね、なんか変なんだよねっていう風に大人側の方が考えてしまう事実っていうのは、何も建設業界だけの話じゃないという風に思いませんか？どこの業界でも全く同じく、ゆとり世代はな、みたいなところって語られるじゃないですか。まあ、ゆとりなのか悟りなのかわかりませんが、そこから始まっていく個性の時代の人たちが、どうも社会に受け入れがたいんだよねっていうふうに感じてる大人が多いのは、まあ、どの業界でも一緒なんですよ。じゃあ、このね、日本のこの状態、若者はどんどん自分を出していってるっていう個性を主張するという部分っていうのは、世界の潮流と比べるとどうだろうかって考えていくと、
おそらくですね、ずれてないんです。世界も、個性を生かしていきましょうっていうところにかなりフォーカスをして、まあなんなら、日本の方が先行してるわけじゃないです。世界の方がそういう社会になってきてるからこそ、日本もそれを取り入れなきゃダメだよねっていうことになっているわけですから。つまり、世界から見ても、日本独自にそういう風になっちゃってるわけではなくて、世界全体がそういう方向に進んでいるんだっていうことになるわけですよ。これもまたね、間違いのない事実かなっていうふうに思っております。じゃあ、それを踏まえた上で、子供の未来は守っていきたいですか？それはね、僕は親ですから、3児の父なので、そういうふうに考えていくと、やっぱり子供の未来っていうのは守ってあげたいというふうに思います。生きづらい社会を作りたいとなと全然思いませんし、少しでもね、若者が生きやすい社会を残してあげたらなっていうふうに思うのはやっぱり親心であり、皆さん、共通で感じてることと思っていいんじゃないかなっていうふうに僕は、信じております。でも、そういう事実はあるが、でも、若者は大人の価値観に合わせるべき。変なのは俺らじゃない。若者の考え方が変なんだっていうふうに言っている大人たちのこの考え方をよく考えてみてください。やっぱなんか変でしょって思いません？大人がこうなれ、こうなれ、こうなれと言ってなってきたら、なんでそうなってんだよって言ってるような状態だっていうことになるじゃないですか。なんか変でしょ？すごく僕はですね、変な感じがするんです。だから結論としては何かというと、子供を変えたならば、皆さんのやるべきことは何か、それは自分たちの価値観に合わせて子供たちをさらに変えるなんていう理不尽なことをするのではなくて、大人だって変わらなきゃっていうことなんです。大人が変わらないと、子供が大人に合わせたら未来が今になっちゃうでしょ。だから今の子供の価値観に少なくとも大人側も歩み寄っていかなきゃダメでしょっていうふうに僕は思うんです。なぜなら若者を変えたのは大人だからなんですよ。何度も言いますが、大人が子供を作り変えたんです。作り変えたという言い方がいいかわかりませんね。でも教育の方針を変えるってそういうことじゃないですか。昔とは全然違う方針で進んでいこうというふうに決めて、そういうふうになってきたんです。そしてそれを、ちゃんと育って素直にね、育ってくれた若者たちがこんなにいっぱいいる中で、大人の価値観に合わせるっていうのはなんか変でしょというふうに思うんです。だからこそ大人だって変わらなきゃなんですよ。若者を変えたのは大人なんですから、そこをどういうふうに考えるのかっていうので、これからの未来はどんどん変わっていくんじゃないのかなっていうふうに思うんです。じゃあ、こういうふうに考えたときに、まあね、変わらなきゃ変わらなきゃ言ってても、しょうがないですから、どう変わっていくべきなのかっていうところを、まずは考えていきましょう。そうすると、答えはそんなに難しいことではないです。時代は多様化ですっていうところがおそらくですね、大きなキーワードになってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。例えば最近の若者はなっていう論よくありますよね。そういう議論がありますよね。でよく聞くのが、最近の若者はなお金じゃないんだよ、お金を出したからってな、ちゃんと働くわけじゃないんだよって言うんですよ。で最近の若者はな、なんか自分の時間をすごい大切にするんだよなとかっていう風な話し方をするんです。休みをやたらと取りたがるみたいなね。あとは最近の若者はもう何せプライベートが大事って言うんだよなっていう風なところを考えて、結局お金を大きくしてみたり、休みを増やしてみたり、プライベートな時間を取れるように、そしてわざわざ飲み会に誘うみたいなことも実はしない方がいいんじゃないかみたいなところに気を使ってみたり、そういう風なことをするんですが、これ全部正解なんです。ただし全部不正解なんですよっていうことを分かっていただきたい。なぜなら全員バラバラの価値観だからなんです。なぜバラバラの価値観なんですか？それは個性の時代だからですよ。個性を尊重して、みんなが何を考えて何を主張してもいいよっていう風に大人が仕掛けた結果、しっかり子供もそういう風に育ってきて、社会全体がそうなってきている、みんなバラバラの価値観を持っても構わない社会だからこそ、お金を大切にする子もいれば、時間を大切にする子もいます。そしてプライベートが大事だと言ってる人もいれば、そうじゃなく、なんとなく生きていけりゃいいんだよねという人だっているんだよっていうことです。全員バラバラだから、皆さんの考えはあながち間違ってない、ただし合ってもいないということを分かっていただきたいなというところになります。今まではお金に釣られて入ってくる人たちが一定数いたなんです。
で、だからそういう風にすればそうか教育ってうまくいくんだっていう風に思ってたんです。だからそういう方針で走ってきた。ちょっと前は休みよが多いよを歌えばしっかりと人が集まったんですっていう時代だったのかもしれないです。だけど今はみんなバラバラの価値観によってめちゃくちゃ働きたいんですっていう人もいますし、もうとにかくお金が欲しいんだとかとにかく出世したいんだっていう人もいますが、一方で働きたくないんだ極力、だけど時間を大切にしたいからね、俺の時間だから生きるためのお金さえもらえればそれでいいんだよねという風な考えだってあるんだよってことです。そういう風にこうすれば教育がうまくいく、こういう風にすればやる気が出るっていう風に型にはめるようなやり方をしてたとしても一向に前に進まないということなんです。僕は仕事を見ていたんです。こういう風に1年生はここまでできるべきだ、3年生はここになるべきだっていう風に僕の方も型にはめてたんですが、その型にはめるような教育の仕方をした結果全然育たないっていうことになったのは、結局はこの多様化の時代なんだということに気づくことができなかったからだというふうに僕は結論付けました。だからこそ仕事を見るのではなく、しっかりとこの人は何を考え、何を目指し、何を幸せだと考えるのか、そういうところをしっかりと見てあげることによって僕は定着するという術を手に入れたということになるんです。で、そういうふうにまあいろんなことをね考えていかなければいけない世の中にあったんで大変だというふうに言う人もいますが、でもね、人間ってそういうもんでしょ本来と。そもそも型にはまってることの方がむしろ違和感があったんじゃないかなと。そこから解き放たれた人間っていうのはもっともっと自由でいいというのは、考え方もあると思うんです。だからこそ皆さんの考え方自体をちょっと変えていかなければいけないということは分かっていただきたいというふうに思います。はい、じゃあここで改めましてお話ししましょう。会社にとっての定着って何でしょうかっていうことをここでねもう一回定義しておきます。定着って居続けてもらうことですかって言われるとどうでしょうか。これはね僕は間違いだというふうに思うんですよ。居続けてもらうことっていうふうに定義するのであれば一切働きませんが居続けてもらうことはできます。全然その子は利益を出しません、だけど居続けてもらうことはできますよね。無理やりこう褒めてすかして怒らないで時間を他の人よりも短くしてとかっていう風にやれば多分ね居続けてもらうことはできると思うんです。だけどそれって会社にとっての定着じゃないですよね。じゃあ会社にとっての定着って何でしょうかっていう風に考えた時に、結局は、自分の意思で痛いと思ってもらうこと、これが会社にとっての定着なんじゃないかなっていうふうに思うんです。でよくやってしまうのですが、怒らないとか、あとね残業させないとか、給料をギリギリまで上げるとかいうような施策があったりします。でこれらねどれも正解なんです。で何度も言いますがどれも不正解なんです。だから結局は人によるよねっていうところを理解していただかなければいけないという話なんですよ。こういうふうに考えていくと、皆さんが考えているこうやってやっても定着しない、こうやってやっても定着しないっていうふうにしないしないの方向ばかりに目を行ってますが、定着してくれてる人もいませんか実質。っていうことはうまくいってないわけじゃないんです。ただし答えが一つじゃないのに一つの型にはめてこうすればうまくいくはずだ、あれあいつしかうまくいかないのはなぜだってなると、型にはまる人がその人しかいなかっただけなんです。それ以外の人は違う方法があったにもかかわらず、なぜだ、あいつら根性がないからだとか、あいつらやる気がないからだみたいな結論をつけてしまっているからこそ定着しないっていうことになるわけです。結局は答えはたくさんあるはずなんです。っていうかたくさんなきゃいけないんです。にもかかわらずこうあるべきだという型にはめてしまうからこそ時代錯誤になっちゃうんですよ。この多様化の時代とマッチしてないということなんです。一人一人に合った方法を無限通りの中から選択していくこと、これがね地味ですしやるのはなかなか大変なんだけど、でもこれが一番大切なんです。そこで考えてみましょう。痛いと思える環境って何なのかっていうのをもう少し掘り下げてお話ししましょう。そうすると僕はですね大きく3つの要素があるというふうに思ってます。一つは居場所があること、そして2つ目が楽しいと思えること、そして3つ目が辞める理由がないこと、この3つを満たすことによってその人は痛いと思ってくれるんじゃないのかなっていうふうに思うんです。さらにもう一段階掘り下げます。居場所があるってどういうことっていうと、居場所があるとは
まずは認められること、自分がここにいても大丈夫だよっていうふうに、その家族の一員として、会社の一員として認められること、少なくとも無視されるような状況だったりパワハラを受けるような状況ではない、人格としてしっかり認識して、言ったことに対して受け止めてくれる人がいる、認められてる状態があるのかどうなのかが、これね、居場所があることだと思うんです。そしてもう一点、頼られること。例えばパソコンにすごい特化してるってことになれば、悪い、これちょっと頼むからこれやってみてくれないかなっていうふうに頼ってくれる状態って居場所になりやすいと思いませんか。だから居場所があるとは認められること、頼られることだというふうに僕は考えてます。じゃあ楽しいって何でしょうか。楽しいというのは、とにかくこれやっとけよ、はいわかりましたって言ってやらされている仕事ではなくて、自分がこうやるべきだと思ったことを自分の意思で進められること、これがですね、仕事における楽しさなんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあやりがいとかね、いろんなことはいろいろあると思うんですけども、少なくとも自分の思い通りに動いても構わない状況じゃない限り、楽しいなんて思うわけないですよね。こうやって行こうとしたのに、いやダメだこっちだっていうふうに言われたら、もう何なんだよっていうふうに思うじゃないですか。結局は自分の意思をしっかりと出すことができる状況が最低限楽しいの定義なんじゃないかなっていうふうに、だから思うんですよ。で、辞める理由がないっていうのは何かというと、つまりは会社の魅力がしっかりと見えてるかどうか、つまり他人の芝生が青く見えない状態になっているかどうかって話です。うちよりもあっちの方が楽そうだし給料が良さそうだなとかね、あっちの方が人間関係良さそうだなとかっていうふうに思うと、辞める理由ができちゃうんです。だって向こうの方がいいから。だからこそ、うちの会社の魅力っていうのは何なのかっていうことをしっかりとね、理解をしてくれれば、辞める理由っていうのはなくなっていくはずなんですよ。だからこそもう一度言いますが、居場所があること、楽しさが感じられること、そして辞める理由がないこと、この三つの、理由によって、痛いと思える環境を整えることができるんじゃないのかなっていうふうに僕は思うんです。これらを踏まえた上で、じゃあ実際のとこ、何からね、どんな行動から始めればいいんだよというところを、最後にお話をしたいというふうに思います。まずはここから始めようですね。結論からお話します。早く成長してもらうこと、これがですね、結局のところ一番最適な解なんじゃないかなっていうふうに僕は思います。早く認められる方がいいですよね。で、早く自分の意思で仕事ができる方がいいですよね。楽しくなりますからね。だからこそ早く成長してもらうことこそが定着するっていうことの一番近道なんだというふうに思うんです。どうでしょうか。そんな簡単じゃねえだろっていうふうに思いました？そうなんです。成長ってね、簡単じゃないんですよ。だから、早く成長してもらう。そんなことは分かってると。だから、でもそれでも時間がかかるから、その間にやめちゃうだろっていうふうに思われる方もいるかもしれません。でも、そういうことじゃないんです。早く成長してもらうっていうのは、おそらく皆さんの考えてる成長とちょっと違うかもしれません。しかね、個性と向き合った上で、よーく考えていくならば、早く成長させるっていうことは、実はそんなに難しいことではないんだということを分かっていただきたいというふうに思います。で、僕の考える早く成長させて、させることができる早く成長してもらうための2ステップということでお話をしていきます。たった2ステップやるだけで、すごいスピードでその子は成長したなというふうに実感することができるようになります。なので、しっかりとこの2ステップを頭に叩き込んで、明日から、まあ、今日からでもいいです、教育っていうところにちょっと着手していただきたいというふうに思うんです。まずはステップ1です。個性を見極めようです。もう何度も何度も言ってるんで分かっていただけたと思いますが、今までの時代とは違うんです。これからは個性を主張してくるという前提がありますので、その個性というものが何なのか、彼は何を大事にして、彼女は何が幸せだと思って、生きているのか、会社に何を求めて入ってきたのか、お金なのか、出世なのか、楽しさを求めてるとか、もっとやれるようにできるようになりたいっていう人もいるかもしれません。その個性をしっかりと見極めましょう。そのね、個性を見極めた上で、例えばね、こういうことを私はやりたいと思ってるんだっていうふうになるんであれば、会社にもビジョンがあるはずなんです。こういう社会を目指すとか、社会貢献をしていくとか、そういうようなビジョンがあると思うんです。その会社の方向性と個人の向いている方向性が違う方向を向いているように感じていると、結局は魅力としては伝わらないわけで、居場所も確保できないです。会社はこう考えている、あなたはここを目指している、だったらあなたの生きる道はこの会社でいうとこのここだねっていうふうに
個人と会社のビジョンをすり合わせていくっていうこと、これを僕は個性を見極めるというふうに呼んでおります。やりたいことをまずは知るんです。これからどうなっていきたいのかをちゃんと学ぶんです。その個性を見極めて、その上で会社でのポジションっていうのをしっかりと与えていくっていうことをすれば、まずは相手のことはわかるし、相手が何を目指すのかっていうことで迷うこともなくなってくるっていう、ここがステップ1になります。だからまずは対話しましょうっていうことですね。じゃあステップ2何なのかというと、小さな成功体験を作ろうということです。個性を見極めた、方向性も分かった、この人が何を目指しどこなら頑張れるのかも分かった、その上で小さな範囲で構いませんから、まあ、ここはあいつに任すときは大丈夫だと言えるような、お前に任せるの範囲をとにかく素早く作ってあげてほしいというふうに思います。例えばそうだな、一つの会議の段取りをするでもいいんです。ホッチキスを止めるみたいなことでもいいでしょう。まあ、ちょっとアナログですけどね、だけど結局はこれはあいつに任せときゃ大丈夫だからっていうふうに思われる口を小さくてもいいから任されるという体験をさせてあげてほしいんです。今までの考え方でいくと、現場代理人とは、予算ができて、現場も管理できて、段取りもできて、何もできて、かにもできて、コミュニケーションもしっかりできて、それが現場代理人、現場監督が目指す先なんだぞというふうな話をしていったんで、すべてをオールマイティにこなさないと、他はできても予算がうまくいかない、だからダメだっていうふうになっていたのが、今までの常識なんですが、何でもいいんです。小さな部分だけでも構いませんので、少なくともここの範囲に関してはこいつに任せとけば大丈夫だというその人の強みになる部分をしっかりと作っていくことが、大切だなというふうに思います。パソコンが得意っていう人がいれば、例えばね、新しい何かを、そのシステムをね、今は働き方改革をどんどんしていく時期ですから、システムを導入したとなった時に、なんならね、作り込みだとかにも参加してもらって、このことに関しては、あいつに聞けば大丈夫だからっていうふうに、任せてもらう範囲をちょっと作るみたいなところでも十分なんですよ。まずは、聞いてくれる人、そういう人がいる。この状況を作ることによって、居場所ができます。で、的を絞るから成長が目に見えてわかります。それは自他ともにです。先輩から見ても、この範囲、狭い範囲に集中させれば、やっぱりね、できるようになるんですよ。で、それを見て、あ、ここはもう大丈夫だな、したら、ここから先は俺はもう何も言わないから、ここに関してはお前に任せるからなという範囲を作ってあげる。小さくても、自分の居場所、自分の城というものを確保する。それで、認められる場所を作っていくというのが、何よりも大切なことなんです。この2ステップ。個性を見極めて、そして小さな成功体験を作っていくっていうことをいかに素早く作ることができるのか、これが早く成長させるためのステップであり、そして定着の鍵になるということになるんです。この会社に居続けたいと思えるのかどうかというのはその人次第なんです。これも一つの個性です。だからその個性を見極めて、それに寄り添っていけば、少なくとも点でバラバラの方向を見てるよりは当然痛いなと言ってもいいかなというふうに思ってもらう確率って上がるじゃないですか。なおかつなだめてすかしてとかね、怒らないで残業させないでではなくて、少なくともやる気を持って進めることができるので前向きになると思うんですよ。こういうふうにまずはね、この2ステップっていうのをすぐにやってみていただきたいなというふうに思います。話は基本的にはここで以上ですが、最後にですね、僕の好きな、言葉みたいなところを、付け加えて締めくくりにさせていただきたいというふうに思うんですが、まず、定着させるための道のりというのは非常に地味です。結局今までみたいに何十人相手に一定の研修を行うことによって全て確立しましたと、全員成長しますみたいな状況ではもうないですということを受け入れましょう。それだからこそ、一人一人をね、一人一人ってしっかりとね、向き合って相手を理解して一歩ずつ進める、個性を大事にする、個性を認めるというところをしっかりしていかなければいけないんで、今のこの時代の定着っていうその道のりは非常に地道なんだということを、理解していただきたいんです。で、僕の好きな言葉は何なのかっていうと、2行目ですね。昨日と同じことを今日もやって明日変われるわけがない。これはですね、僕の非常に好きな言葉なんです。誰の言葉って、僕の言葉なんです。で、昨日と同じことをひたすらやり続けたとして、今日もやって
そして明日変わってるかというと変わってるわけないですよね。昨日と同じことをやってるんですから、明日だってきっと同じことをやるに決まってるんですよ。よくですね、僕の方に採用についての職人さんの会社のね社長さんから相談を来たりするんですが、人が来ないんだと言うんです。でその人が来ないんだ、じゃあどういうふうにやってたんですかっていう話をすると、ハローワークに出したと、新聞広告にも出したと、で友達自体にいろんな人に聞いたんだ、だけど来ないんだって言うんですよ。ああなるほどねと、じゃあ今年は何やったんですかって聞くと、ハローワークに出して新聞広告出して、やっぱりね他の友達でも聞いてみたんだけどやっぱりいないんだって言うんですよ。どう感じます？そらそうだよねとしか思えないですよね。だって昨日と同じことを今日もやったわけですから、結果明日はね同じ結果になるには決まってるわけですよ。去年と同じことを今年もやれば来年だって同じ結果が待ってるわけですよねっていうことを考えていくと、結局は変わらないと、何か昨日と違うことを今日やるから明日もしかしたら変わってるかもしれない、変わってないかもしれないです。だけどその小さな小さなチャレンジの積み重ね、1日1個でいいので、小さいことでも構わないので、何か新しいことをやると明日変わってるかもしれないんです。そうすると小さいけど一歩踏み出せますよね。自分の中で何か得るものがあるかもしれないです。それを踏まえてまた新たなチャレンジを一つでいいからやるんです。昨日と違ったことを今日何かやるんです。そうするとまた次の日に何か変わってるかもしれないじゃないですか。その変わってる可能性っていうのを信じて、失敗し続けてもやっぱりやり続けるということが僕はね非常に大事なんじゃないかなというふうに思うんです。大人だからもう変われないじゃないんです。ベテランだからもう何年で辞めるからじゃないんです。少なくとも、そういう人たちの背中を見て若者は育ちます。だからこそ俺はね別にいいんだってなってると、若者もあいいんだってなっちゃうんです。だから変化を、どんどんしていくのは特に大人、ベテラン、僕たちが、そしてもっと上の層の人たちがそれでも変わっていこうとするというその背中を見せてあげてほしいんですよ。それによって変化を楽しむ、変化を称賛する、努力をバカにしない、そういう社風ができてきます。これをどんどん作っていってほしいなというふうに思います。少なくとも定着定着と言っておりますが、相手を一生懸命変えるのではなくてベクトルを自分に向けましょう。自分が変わることによって相手もついてきてもらえる、そういう 風習というかね、そういう空気感を会社全体で作っていくということが何よりも大切なことなんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。はい、ということで、ここまでで、定着への道のりということで僕の方でねお話をさせていただきました。建設業界はね、なかなか危機的状態にあると思いますが、でもね全く救えない状態なのかと言われると僕はねそうではないと思うんですよ。少なくとも、糸口はありますし、少なくとも今まで通りにやってりゃそれはうまくいかないことだって出てくるでしょって、ただそれだけなんです。だからこそ今の時代に合わせましょう。で今の時代を知るためにはやっぱり若者が生きてきた過程を知っておきましょう。それによって若者の、考えてることっていうのは少しでも理解しようとするそのきっかけが生まれるんであればそれで十分だと思うんです。まずは若者ものの考え方をわからないじゃなくて、考えりゃわかるんですよ。しっかりと寄り添って聞く耳を立てて意見を聞いてその人を認めて、そして早く成長させる作戦を無限通りの中からその子に合ったやり方をただ選ぶという地道な作業をすれば、必ず若者はあなたの会社に定着したいというふうに思って、居続けたいと思ってくれると思いますので、そのふうになる日まで、小さな変化をどんどん繰り返していっていただければなというふうに思います。はい、ということで本日の放送につきましては以上にさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、本日の放送は以上にさせていただきます。それでは本日も、全国の建設業の皆様、本日もご安全に。